こんにちは、こんばんは、あおいです。送り犬4回目始めます。はい、この場面は白をね、新しい飼い主が引き取りに来たというところですね。来ちゃった。次の日、私は午後の授業をサボって紬亭の前に来ていた。学校の授業をサボるなんて初めてのことだった。まどかに話したら信じられないような顔をしていたっけ。確かに今までどんなに忙しくても毎日休まずきちんと来ていた私がいきなり今日はサボると言ったら驚くのは当然かもしれない。結局悩みに悩んで千田さんには全てを話すことに決めた。千田さんというのが、白を引き取りに来た人だね。白の不思議な能力。千田さんだったらきっとそれを分かった上で白の面倒を見てくれると信じて。そう。前回ね、白は人の死の匂いを嗅ぎ分けると、宝部美穂ちゃんはね、推測してるわけだよね。こんにち。あやさんだ。だから、もうそろそろ限界だって言ってるじゃない。怒ってる。何？ドアを開けるや否や、店の奥からあやさんの怒号が聞こえてきた。一体どうしたんだろう？夫婦喧嘩？たかしさんね。こうなったのも全部お前の日頃の態度がいけないんだろうが。今度は店長の怒鳴り声が聞こえてくる。ただならない雰囲気。気まずいな。店内にいるようでこちらからは姿は見えない。ただ二人が言い争ってる声だけが聞こえてくる。二人が喧嘩してるなんて初めて聞いた。私は完全に出るタイミングを逃してしまった。どうしよう。二人には私が今日来るとは話してなかったし、一旦外に出てほとぼりが冷めるのを待ってからもう一度来た方がいいかしら。何？奥から聞こえる言い争いに混じって何やらカリカリと引っかくような音が聞こえる。白かな？私はあたりを見回してみた。白。見ると白が業務用の冷蔵庫の扉の前で前足を出して何度も引っかいていた。白は一体何がしたいんだろう。この冷蔵庫の中に餌でも入っているのかしら。そういえばなんか前回白にあやさんが肉食わしとったよね。うわぁ、なんかやばいね。それで、あれの処理はどうなってるんだ。あれ？ディスポーザーじゃ全部処理しきれないわ。バラバラにして少しずつ捨ててはいるけど時間がかかるし。特にネックなのは頭ね。あれは解体しづらいわ。解体。そうか。やはりどこか山に捨てに行くしかないな。何かしら。なんだかゴミの処理のことで揉めてるの？いや、頭いってるからもう。それにしても、頭ってどういうことだろう。そうね。今度の休業日の時に捨てに行くしかないわね。私、もう耐えられないわ。早く捨てに行きましょう。元はといえば、お前が竹中に色目を使うのがいけないんだろうが。竹中？あの行方不明なバイトの人だよね。色目なんて使ってないわ。向こうが勝手に言い寄ってきたのよ。それを逆上して、殺したのはあなたでしょ？殺したですって。奥で繰り広げられる会話に、私は思わず耳を疑ってしまった。もうこれ聞いてはいけない会話だな。今殺したって言ったわよね。それに、竹中って無断欠勤している竹中さんのこと？私は白の方に再び目をやった。何カリカリしてんの？白は相変わらずこちらには見向きもせず、冷蔵庫の扉をカリカリと引っかいている。冷蔵庫の中に何が？私は冷蔵庫に近づいてみた。重苦しい灰色の扉は中の冷気を漏らすことなく固く閉じられている。私は恐る恐るその扉を開け放っちゃった。竹中さん。やはり。そこにはバラバラにされ、見るも無残になった竹中さんの姿があった。ぶっちゃった。キャ。誰だ？まずい。なにこれ。とにかく隠れなきゃ、一か八か迎え撃つ？外へ逃げよう。どうしようね、これ。結構重要な局面だよね。隠れてもダメだよね、これ。逃げる？迎え撃つのはどうかな？これまだ逃げるのが無難な気がするね。した。いない。早く逃げなきゃ。私は勝手口から飛び出すと、狭く窮屈な路地を転げるように駆け出していた。自転車やゴミ箱は乱雑に置かれていて、私の進路を阻み、なかなか思うように進めない。わあ。ひゃ。焦りすぎて下に置かれていたゴムホースにつまずいて盛大に転んでしまった。転んだ拍子に掴んだ自転車もバランスを崩し、音を立てて倒れた。焦りで体が震える。うまく周りの状況がつかめないで、いろいろなものに足を取られてしまう。地面に倒れ、起き上がろうとしているところ、頭上から声をかけられた。美穂ちゃん？あやさん。そこには、にこりと笑う、あやさんの姿があった。笑顔からうっすらと狂気がにじみ出している気がする。美穂ちゃん？背後からも声が聞こえる。挟まれた。振り向くと、勝手口から店長が出てきているところだった。美穂ちゃんはいけない子だね。勝手に他人様の話を盗み聞きしちゃいけないよ。店長が不気味な笑いを浮かべ、私に迫ってくる。その手には、銀色に輝く包丁を持っていた。美穂ちゃん、残念だけど、ここでお別れね。とってもいい子だったのに、残念だわ。でも、安心してね。埋めるときは、竹中くんと一緒に埋めてあげる。二人だったら寂しくないでしょ。さようなら、美穂ちゃん。エンディング8、最後の時。はい。なんか一番安全そうなの選んだら瞬殺されちゃいましたね。じゃあ逆に、バッドエンド構成狙ってこうか。一か八か迎え撃つ。これやばそうだね。とにかく隠れなきゃ。これが一番、先に進めそうな感じだよね。じゃあ、一か八か。迎え撃とう。多分ダメっぽいね、これ。みほちゃん。ギャって。私は店内から厨房に来た店長に椅子を投げつけた。やるね。店長は私が投げつけた椅子を顔面に受けてそのまま地面に倒れ込んだ。やられたなぁ、店長。今だ。私は店長が倒れ込んだ隙をついて後ろの勝手口から外へ出ようとドアを開けた。みほちゃん？あやさん。ドアを開けた外には、あやさんが待ち構えていた。思わず後ずさる。いきなり後ろから羽交い締めにされた。店長？振り向くと、ふぬと苦痛で顔を歪めた店長が私を食い殺さんばかりに睨みつけていた。よくもやってくれたな、このアマって。優しそうだった店長が。いや。私はそのままずるずると再び厨房に連れ戻されてしまった。おい、こいつどうする？そうね。殺すしかないわよね。あの会話を聞かれちゃったら。いや。黙れ。私の溝落ちに店長の拳が炸裂する。苦しくて息ができない。私は床に倒れ込んでしまった。私は必死に遠くなろうとする意識をつなぎ止めようとした。さあ、どうしてくれようか。すいません。子犬を引き取りに来た千田明成ですが、お、救いの神が。千田さん。驚いてるね。千田さん。正面の入り口から千田さんの声が聞こえてくる。千田さん。千田さん、助けて。千田さん。私は最後の力を振り絞って千田さんの名前を呼ぼうとした。けれど、私が千田さんの名前を呼ぶ前に、綾さんが私の口に手を強く押し当てて、声を出せなくされてしまった。綾、お前はここでこいつを見張ってろ。俺は千田に子犬を渡してくる。処分はそれからだ。わかったわ。店長はそう言うと、倒れ込んだ私にじゃれついていた白をつかむと、入り口の方に向かって行ってしまった。千田さん、お願い、気づいて。私はここにいるの。いやあ、千田さん、こんにちは。わざわざ来ていただいてすみませんね。人のいい顔で言ったんだな。いえいえ、あれ、奥さんはお出かけですか？え、ああ、買い出しにちょっとね。そうですか。あ、君が宝部さんが言ってた白だね。はじめまして。今日から君の新しい飼い主になる千田明成です。よろしく。礼儀正しいな。どうしたのかな？お店の奥が気になるのかい？いや、はっは。こいつも少ない期間とはいえ、ここで暮らしていたから名残惜しいんじゃないですかね。千田さんと店長は店の入り口で他愛もない会話に花を咲かせている。厨房での私の状態などとても気づいてもらえそうもない。もうダメ。私はここで殺されるの。白。どうしたの？そんなに店の奥に行きたいのかい？お。ああ。さあ、千田さん。早いところ、この犬をもらっていってくださいよ。悪いんですが、私もこれから仕込みとかいろいろありましてね。せかすか。あ、そうでしたか。すいません。ほら、一緒に行こう。このカゴに入ってね。何か伝えようとしてるね。それじゃあ失礼します。大事に育てますから。宝部さんにもよろしく伝えておいてください。行っちゃうの？あ、わかったよ。千田さんが行ってしまった。私は目の前が一瞬して暗い絶望に埋め尽くされるような感覚に襲われた。目線を冷蔵庫に向ける。私も竹中さんのようにバラバラにされて殺されるのだろうか。肝が冷えたぜ。危なかったわね。まあこれで邪魔者はいなくなった。あとは、美穂ちゃん、君を処分すれば終わりだよ。私の目からは止めどなく涙が流れ落ちた。死への恐怖の前に優しくて信頼していたこの二人に裏切られたことが何より悲しかった。泣いているのね、美穂ちゃん。無理もないわ。だって、あなたはこれから死ぬんですもの。とっても怖いわよね。でも、美穂ちゃんもいけないのよ。無断で勝手口から入って私たちの会話を盗み聞きするなんて。それに他人様の冷蔵庫は勝手に開けちゃいけないってお母さんに言われなかったの？私もね、美穂ちゃんのことはとっても気に入っていたの。できれば殺したくないわ。でも、しょうがないことなの。そうさ、俺だって美穂ちゃんのことは殺したくなんかない。でも、しょうがないんだ。諦めて俺たちのために殺されてくれ。美穂ちゃん。そう言うと店長は持っていた包丁を私の首筋めがけて一気に振り下ろした。殺される。そう思った瞬間、思い出したのは白の元気に駆け回る姿だった。千田さんにもらわれていって、これからも時々遊んだりできたかもしれないのに。白、本当は一緒にもっと遊びたかった。本当は人に預けないで自分と一緒に暮らせたら。シロ、もう私、シロに会えないの？なんだ？ん？シロだ。シロ？私は目の前にある光景に目を見張った。そこにはさっきもらわれていったシロが全身の毛を逆立てて店長夫婦を威嚇していたのだ。この、今まで済まわせてやったのに。店長は右手を押さえながらシロを睨みつけている。どうやらシロは振り下ろされそうになった店長の手に噛みついたようだ。店長の押さえられた右手から赤いものが滴っている。この畜生が。愛さんは落ちている包丁に手を伸ばした。いけない、あれでシロを殺す気。不意打ちで私を救ってくれたシロだけど、まだ子犬。怒りをあらわにした人間の攻撃から逃れられるわけない。お願いシロ、逃げて。どうした？クソ、今度は何だ。あなたたち何をしてるんですか。包丁に手を伸ばしたあやさんを突き飛ばしたのはシロを連れて行ったはずの千田さんだった。何ってあや。店長は慌てていて、突然現れた千田さんと突き飛ばされたあやさんを交互に見ていた。相当に動揺しているらしい。シロ、いつの間にか店長夫婦を威嚇していたはずのシロが私の傍らに来て心配そうに私を舐めている。くそ。店長は時期になったのか、さっきのオロオロした態度とは一変して獣のような方向を上げると落ちていた包丁を拾い、まっすぐ千田さんに突っ込んでいった。危ない。店長はまだ血のにじむ右手に包丁を握り、千田さんへ突き出し、一気に距離を詰めてくる。私はその店長の形相と光っている包丁を見るだけで全身が硬直して目を閉じることも忘れてしまった。キーンっていったな。そんなの振り回さないでください。それは一瞬のことでよくわからなかった。気がついたら千田さんが店長の腕をひねり上げていたのだ。すごい。くそ。サイレンの音？警察？手が早いな。早くも？私は垂れ込んだコンクリートからサイレンの音と数台の車が止まり、中から人が慌ただしくこちらに来る音を聞いていた。動くな、警察だ。誰が言うの？そして駆けつけた警察官により店長夫婦は捕まった。大丈夫ですか？っていうか、千田さんかっこよすぎん？抑えていた店長を警察に任せると、千田さんは私のところへ来てくれた。ありがとうございます。私はまだ殴られた溝打ちの痛みから解放されずにいたが、なんとか千田さんにお礼を言うことはできた。それは痛い。お礼は僕じゃなくて、シロに。あ、シロ。ありがとう。どうして警察が駆けつけたのか。そうだよね。やっぱり千田さんが呼んだ？それは私を助ける前に千田さんが事前に携帯から警察へと連絡を入れていたからだった。手際がすごくいいんだ。その後、店長夫婦は竹中さんの殺人と私への殺人未遂などで警察に逮捕された。千田さんに突き飛ばされて動かなくなったあやさんは気絶していただけで命に別状はなかったみたい。殺されそうにはなったけど、死んでいなくてよかったと思った。殺されかけたのに。この子の人柄が出てますね。数日後。千田さん、改めてお礼を言わせてください。ありがとうございます。命救われちゃった。私は千田さんに再び会っていた。場所はシロの散歩コース。あの時も言ったけど、お礼ならシロに言っておくれ。僕がシロを引き取った後、シロがカゴから逃げ出して走っていったんだ。あ、そうなんだ。シロ偉い。千田さんはあの時の行動を細かく教えてくれた。僕はそれを追いかけて、たまたま中から店長の大きな声が聞こえたんだ。なんだか雰囲気が緊迫していたから、こっそり中をうかがってみたんだけど。そうしたら宝部さんは倒れてるし、シロは奥さんに刺されそうだし、気がついたら奥さんを突き飛ばしていたというわけだよ。あの時のシロの行動がなければ僕は気づかず、君は殺されていたよ。そう言ってくれた千田さんに、私はまだ話していなかったあの話をすることにした。死を嗅ぎ分ける能力ね。命を救ってもらっておいて隠し事をするのは良くないと思ったからだ。もしこの話をして千田さんがシロを手放すなら仕方ない。そうしたらシロは私が買おう。そう決意もしてきた。実は、そのシロなんですけど、変わった力があるみたいなんです。変わった力？私はここ1週間のシロの行動について千田さんに事細かく説明した。あの若い血だまりのこと、焼身自殺を発見した時のこと、投身自殺を進んでで引き止めたこと、そして居酒屋での死体のこと。なるほどね。赤い血だまりに関しては警察に届ける必要があるかもしれないな。千田さんは、ふんと一つ考えるような仕草をすると冷静にそう言った。ほんと冷静やな。気味悪くならないですか？気味が悪い？とんでもない。犬は人よりも何倍も感覚が優れているからね。人が気づかないことにだって敏感に反応するんだと思うよ。さすが犬顔。それに、シロのおかげで君にも会えたしね。おう。千田さんの言葉に思わずドキリとしてしまった。私の動揺を知ってか知らずか、千田さんは言葉を進める。良ければまた会ってもらえないかな。あ、ほら、シロも君が来てくれると喜ぶだろうし。私で良ければいつでも。それはよかった。宝部さんって家はどこにあるんだい？良ければ送るよ。私はここから10分くらいのところにあります。そうなんだ。結構近いんだね。ごめんごめん。お前の散歩の途中だったな。それじゃ、行きましょうか。はい。おう。私はシロを間に挟んで千田さんと家へと向かった。バイト先とか優しかった店長夫婦とか、いろいろなものを失ってしまったけれど、新たに見つけたものもあった。そういうことだよね。そういうこと？そういえば、私はふと一昨日のあやさんとのやりとりを思い出した。いいのよ。冷蔵庫にまだたっぷり残ってるの。早く食べないと腐っちゃうし、ワンちゃんにいっぱい食べてもらって助かってるくらいよ。言ってたね。たくさん食べて元気に育ってちょうだいね。冷蔵庫、お肉って。私は思わずシロを見つめた。シロが食べていたもの。それって、まさか。ワンじゃないよ。あ、エンディングなんだ。エンディング9。失ったもの。そして得たもの。確かに得たものはとてつもなく大きい気がするけど。いや、ある意味、すごくいい感じで、後味の悪い、いい終わり方だったよね。あ、スタッフロールだ。あ、じゃあこれが送り犬のシナリオで初めてのスタッフロールですね。うん、送り犬の正エンドの一つということになりますね。いや、でも、まだまだ、だと思います。ここに至るまでにも、すでにいくつも分岐があったし、やっぱり飯島拓也さんとしては、かなりの分岐を作っていると思われますね。うん。はい、送り犬始めるときに言ったんですが、ルートが大まかに5つあって、エンディングが32もあるということなので、ボリュームはすごいですよね。うん。さすがに、どう言ったらいいの？独立したシナリオっていうだけあって、ね、ちゃんと Nintendo Switch にも移植されてますからね。携帯アプリにも移植されてるみたいで。うん。ちょっとね、今気になったのが、実はね、うん。アパシーの別作品もね、買ったんですよ。つい先日ね。極め。うん。学校であった怖い話、極めをね、Steam で買ったんですが、その前にね、極めの体験版をやった時に、さっき出てきた登場人物がね、出てきちゃったんだよね。だから、まあ具体的に言うと、千田明成さん。うん、出てきたんだよね。それが特別な役割を担ってたんだけど、体験版はそこで終わっちゃったので何者かはわからなかったんだけど、うん。これから先もすごい興味深いです。はい。うん。なので、このオクリーヌのエンディングをもうちょっと集めてから、またね、殺人クラブの方に戻れば、分岐がね、現れるということなので、もうちょっとね、粘っていきます。10か20とか、うん、集めていきたいですね。うん、なのでね、ちょっと、エミちゃんのシナリオを楽しみにしている方はちょっと申し訳ない。もうちょっとこちらをやっていきます。いや、でもこちらもね、なかなか楽しい。怖いしね。いや、おそらくね、うん、一番、初っ端に見たパチンコエンドがあったように、全然関係ないエンドとか出てきそうなので、うん、ある意味ワクワクしますよね。今みたいな結構ぶっといシナリオが出てくるみたいなのでね。これがベストではない気がする。はい、それでは最後まで見ていただきありがとうございました。